プロシフト、V プロシフト7プロシフトは、日野自動車の貨物自動車用に開発され、バス車両にも採用されているトランスミッションの商標である。運転者の変速操作を簡略化したセミオートマチックトランスミッションの一種。なお、本校では、同社が1980年代から1990年代にかけて大型路線バス車両に設定していた。 セミオートマチックトランスミッションの E ドライブについても解説する。1986年から大型路線バスの EG ドライブ化を目指し、電子制御機械式オートマチックの EE ドライブをブルーリボンに追加設定した。トルクコンバーター式のオートマチックとは異なり、マニュアルトランスミッションをベースにシフトチェンジを自動化したセミオートマチックで高トルク仕様のみの設定であった。 日野自動車の大口ユーザーである近畿日本鉄道を川切りに機械式 AT 車を積極導入した京王帝都電鉄や関東バス、公営バスでは都営バス、横浜市営バス、大阪市営バスなどに投入された。実際には運転者の意図するシフトチェンジが行われないなどの欠点も多かった。通常はホールド段に入れておき手動でシフトチェンジを行うことが一般化し、 その際に変速時のショックが起きるなど、経年変化による乗り心地の悪化も招いた。そのため、機械式 AT 車を積極的に導入した蒸気の事業者を除けば、京都市営バス、神戸市バス、仙台市営バス、京都バス、奈良交通、西鉄バスなど、公営事業者を中心に、少数の採用にとどまる程度で普及はしなかった。KCHT 風に MK にも E ドライブ搭載の車両が存在したが、横浜市営バスと大阪市営バスに数台が在籍したのみと思われる。1998年の KCHT 風に MK のマイナーチェンジの際、EE、e、ドライブの設定は抹消された。トラック用としては、1986年のマイナーチェンジ時に、レンジャーにも EE、e、ドライブが設定されたが、1988年の マイナーチェンジで設定は抹消されている。なお、1980年代には、各社で、機械式 AT の開発が相次ぎ、1984年に、イスズ自動車で開発された、機械式 AT のナビ号がキュービックにも搭載され、京王帝都電鉄や横浜市営バスなど、機械式 AT 車を積極導入した一部のバス、事業者に集中的に投入されている。また、 三菱自動車工業でも1984年に発売した初代エアロスターに機械式 AT のメットをオプションとして搭載している。ありがとうございます。